2021年9月上旬、蒸し暑い夜、10日採集に出かけました。最高気温が30度を超えたこの日、10日にはたくさんの虫たちが集まっていました。いくつかのアリの結婚飛行も行われていたようで、黄色毛アリ、チクシトゲアリなどの羽アリが確認できました。そしてこの日の10日にはもう一種、今回の主役となるアリ、黄色シリアゲアリが飛来していました。たくさんのオスアリを乗せて歩き回る心情を、今まさに結婚飛行の最中のようです。ここで黄色シリアゲアリの生態について確認をしていきましょう。黄色シリアゲアリの生息地は、北海道から本州、四国、九州、琉球列島の北部に至るまで日本国内の広範囲に及ぶアリとされています。また国外では朝鮮半島や中国にまで生息地が広がっているようです。営巣形態は土中営巣性。石の下や木の根元などに巣が見られます。新女王採集にフォーカスが当たりがちなアリですが、野外観察では地表を観察すると見つけることができるアリの一つです。ぜひ観察してみてください。次は結婚飛行について。黄色シリアゲアリの結婚飛行は8月下旬から10月上旬頃。時刻は夕方から夜がメインとなります。この時期、結婚飛行の条件が揃った日には、コンビニや自動販売機、明るい街灯の周辺などで飛来した黄色シリアゲアリの女王を見つけることができます。結婚飛行後、羽を落とした新女王は建物の壁面沿いや道路の溝などに集団を形成していることがあり、時にその数は数十匹単位に上ります。冒頭の10日に飛来する黄色シリアゲアリを確認した日、周囲の灯火や建物の周りをくまなく探していくと、やはり羽を落とした黄色シリアゲアリの新女王が集まっている場所を発見しました。このような新女王の集団は、数匹程度から数十匹以上に及ぶまで様々です。この日、周囲ではこのような新女王の集団がたくさん見られました。今回は、これらの集団の中から黄色シリアゲアリの新女王を採集し、飼育を始めてみることにしました。キュートなオレンジ色のアリ、黄色シリアゲアリの飼育の様子をどうぞお楽しみください。ここからは、黄色シリアゲアリの飼育について、大きく3つの点を考えながら進めていきたいと思います。1つ目は、新女王を採集後に把握しておくべきこと。2つ目は飼育数について、そして3つ目はコロニー創設までの成長記録です。1つ目の新女王を採集後に把握しておくべきことについて、まずは黄色シリアゲアリの本格的な成長は越冬後、つまり翌年の春になるということを把握しておきましょう。黄色シリアゲアリのように、夏の終わりから秋にかけて結婚飛行を行う種類では、結婚飛行後すぐに産卵を開始したとしても間もなく冬が訪れ、幼虫たちは成長できなくなってしまいます。飼育環境において暖かい気温をキープできた場合には、年内にワーカーが誕生する場合もありますが、基本的にはワーカーが誕生するのは翌年の春と知っておきましょう。また黄色シリアゲアリは複数の女王でコロニー創設ができる多女王性のアリです。たくさんの女王でコロニー創設ができるということは、女王が死んでしまった場合のリスクも低く、コロニーの成長速度も速いため、飼育の際には嬉しい特徴です。女王10匹以上でコロニー創設をすることも可能ですが、経験上、数年をかけて女王の数は5匹前後に収まっていく印象があります。あくまで個人的な感想ですが、一つの参考になさってみてください。2つ目に飼育数について。飼育数については今回2つの試みを行いました。一つは約7ヶ月に及ぶ長い越冬期間を女王たちのみで過ごすことを考え、女王たちのみが快適に過ごせるような小さな飼育巣を作ること。2つ目に、翌春コロニー化に成功した時には大きな石膏巣とドッキングをすることです。ということで、こんなものを作ってみました。人差し指の第一関節ほどの大きさの一部屋のみの小さな石膏巣、飼育巣と呼んでいいのかすらもわからないようなこの小さな石膏部屋は、黄色シリアギアリの女王たちが地中に作ったであろう巣穴の大きさをイメージしたものです。より大きな飼育巣で女王たちを管理し、コロニー化させることも可能ですが、大きすぎるスペースは女王たちにとってストレスになると考え、このような飼育部屋を用意しました。製作した石膏部屋はチューブ接続用と給水用の穴を開けた丸型のケースにすっぽりと収まります。チューブを接続し、給水用の穴に栓をしたら蓋を閉めて完成です。さあ、できました。これが翌年の春まで黄色シリアギアリの女王たちに暮らしてもらう小型の石膏巣です。気に入ってもらえるでしょうか。黄色シリアギアリを入れていきます。今回は5匹前後、3匹から8匹を1つのグループとして飼育室内に入れていきました。最初はあえて新女王たちを石膏部屋の外に入れてみましたが、時間が経つにつれ新女王たちは自ら石膏部屋の方に入ってくれました。3つ目、コロニー創設までの成長記録。ここからは、新女王たちが小型の石膏巣に入ってからコロニーを創設するまでの成長の過程を見ていきましょう。10月10日、新女王採集からは約1ヶ月です。黄色シリアギアリの新女王たちは石膏部屋の中で静かに暮らしています。こちらは新女王5匹のグループ、またこちらは新女王4匹のグループ、ともに産卵はありません。またこちらは新女王7匹のグループ、ここではわずかに産卵が確認できました。しかしこれらの卵はそのまま食べられてしまうか、幼虫に孵化しても春までは成長しないという運命にあります。黄色シリアギアリの新女王たちはこの小さな石膏部屋の中でこれから厳しい冬を越えていきます。1月13日、越冬期間中の様子です。多くのアリの場合、9月の下旬から10月頃には越冬状態に入るものがほとんどです。黄色シリアギアリの場合、新女王のみではいつ越冬に入ったのか分かりづらいところですが、おそらくその時期には越冬状態に入っていたことでしょう。越冬期間中の管理としては、1、2週に1度程度少量の蜜餌を与えたことと、室内の給水を行ったことです。蜜餌に関しては、栄養補給のために念のために与えていましたが、ほとんど手をつけられない場合もあります。もともと活性の低い時期なので、餌を食べないことに関してはそれほど心配はありません。また冬場は乾燥が厳しく、気づかないうちに室内の湿度が下がり、アリたちが死んでしまう場合もあるので、給水に関しては冬場の間は特に注意して行うようにしましょう。3月21日、暖かい日が増え、季節は冬から春に移り変わろうというこの時期、黄色シリアギアリの女王たちの石膏部屋を除くと、卵と幼虫が確認できました。卵だけではなく幼虫もあるということは、アリたちが春を感じ成長を再開したということを示しています。黄色シリアギアリの新女王たちの結婚飛行からは約半年です。4月24日、4月に入り、別のグループでも産卵数の増加が目立ってきました。黄色シリアギアリたちは本格的に春を迎えているようです。5月29日、引き続き各グループで産卵や幼虫の成長が続く中、女王3匹のグループでついに初ワーカーが羽化しました。結婚飛行からは実に8ヶ月後の出来事です。6月5日、初ワーカーが生まれ、晴れてコロニー化に成功したところで、飼育巣についての試みを次の段階に移行させたいと思います。具体的には、コロニー化に成功したらより大きな石膏巣とドッキングをするということです。このようなものを用意しました。小型のポリカーボネートケースに、弁当などに使う醤油入れ、これは女王たちの石膏部屋の型取りに使ったものと同じものです。ポリカーボネートケースに容器を貼り付けたら石膏を流し入れます。石膏が固まったら容器を取り外します。黄色シリアギアリのコロニーが入った小型の石膏部屋と新しく製作した平置きの石膏巣を準備します。型抜きをした部分に少量の石膏を垂らします。そこに素早く石膏部屋をはめ込みます。周囲の石膏が水分を吸うので接着用の石膏はあっという間に乾いてしまいます。これで接着が完了しました。わずかに空いた隙間の部分に石膏を流し込みます。できました。これで小型の石膏部屋と平置きの石膏巣のドッキングが完了しました。もともとの小型石膏部屋ではワーカーの数が2、30匹程度で容量がいっぱいになってしまうと思いますが、平置きの石膏巣であればコロニーの規模が200匹程度まで対応が可能なはずです。これでしばらくは飼育巣の心配をする必要はなさそうです。6月28日、ワーカーの羽化が続き経過は順調です。ワーカーの数は10匹未満、まだコロニーは小型石膏部屋に収まっています。7月22日、ワーカーの数はさらに増え、小型石膏部屋の外を徘徊するワーカーも増えてきました。室内を除けばたくさんのワーカーたちの姿。ワーカー数は30匹を超え、だいぶコロニーらしくなってきました。石膏部屋の出入り口付近です。ここからはワーカーたちが絶えず出入りをしています。ワーカーの数があと2、30匹程度増えれば、石膏部屋は手狭になり、平置きの石膏巣の方に溢れてくるワーカーたちが出てくることでしょう。昨年の結婚飛行からはおよそ10ヶ月。黄色シリアギアリのコロニーはここまで大きくなりました。いかがだったでしょうか。今回は一から育てる黄色シリアギアリということで、新女王採集から初期コロニーの成長までの様子をお届けしました。夏の終わりから秋にかけて結婚飛行を行う黄色シリアギアリは、コロニー化までの道のりが長く、厳しい冬を越えて春成長を再開するまで辛抱強く管理しなければいけません。特に冬の間はこまめに管理をしていても死んでしまう女王が出てくることもしばしばです。しかし、ひとたびコロニー化してしまえばとても飼いやすいアリで、多女王性でコロニーの成長が早い点、唯一無二のキュートなルックスなど、黄色シリアギアリを飼育する際のメリットは様々です。引き続きコロニーの成長を見守りながら観察を楽しんでいきたいと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。